はい、どうも皆さん、こんにちはです。セブンデイズトゥーダイ、ウォーオブザウォーカーズモッドパート2やっていきたいと思います。こちらは中庭ですね。前回植えた苗木が育っていい感じに、いい感じに、ね、なってきました、ほら、うん。中庭のこの周りが囲まれてる雰囲気いいよね、すごい。で、今回はね、ちょっとここの、これ石壁なんですけど、ここをね、壊して、まあ、畑をちょっと中庭をね、広げたいなと思っております。プラスですね、街。この街結構でかくて、まあ、地図でもね、撮影外ちょっと歩いたんですけど、まだ全貌を把握できていないので、この街の全貌を把握しつつ、後半にね、まあ、その中庭をちょっと整備するみたいな感じで、やっていこう。まずは街をね、探索したいと思います。お、クラフトアブックって書いてある。本屋かな、これ。あ、本屋だ。すげえ。これも多分モッドで追加された建物ですよね。うわ、イノシシいる。肉欲しいな肉をくれ。オッケー。ナイフがないからちょっとアックスで肉取れるっけ。取れるよね。オッケーオッケー。よーし、オッケー。で、このモッドの特徴の一つとして、ほら、ローホワウトワイトミート。うん。なんか肉もね、イノシシだったらこの肉とか、牛いないか。鹿肉とか豚肉とか、こう全部分けられてるっぽいんですよ。肉に種類が、あります。さあさあ、入ってみよう。窓から侵入。ほいほいほい。オッケー。いやー、あ、すげえ。鉄骨が丸見えっていうか、二階部分あるのかと思ってたけど、一階だけですね。お、これもモッドで追加された本ですね。うん。ショットガンマガジン、スカベンジング、ペインティング。オッケーオッケー。ペイントの、これも集めていきたいね、ちょくちょく。よしよし。さあ、探索終わりました。こんな感じですね。ミニバイクとか、ショットガンとか、あとこれ、スパイクドクラブとかね。なんかもう必要なものは全部揃っちゃった感あるよね。レンチも分かったし、うん。あとミニバイクとペイントとか、なんかもう、全部分かっちゃったみたいな感じ、これ。オッケー。あとネイルガンかな。ネイルガンがね、後々必要になってくるから、ちょっと早いうちに、うん、見つけておきたいなっていう感じですね。よしよし。ちょっとまずはこれ本全部読もうか。めっちゃいっぱいあるけど。よし、全部読みました。あとこれ、ゾンビ倒したらこれトレジャーノートドロップしたので読んでみる。よし。あともう一個あるから、あれ読めない。同じやつかな。マップ見てみると、どこだどこだ？あ、これか。すでに通ってきたところにあったみたいですね。よしよし。じゃあちょっと、探索、また珍しい建物あったらやってみようかな。お。うん。この辺も、ラーザンハードウェア、あの辺はあったけど、これとかほら、パウンショップって書いてある。どういう意味なの、パウンショップって。わかんない。ほい。パウンってどういう意味だろうね。よし。あ、握手。うわうわうわ。え？何これ、パウンショップ、なんだろうこれ何て、何、石屋、石を売ってんのかな。家電ショップ的な感じ。うん。うわうわうわ、お宝じゃん。シルバーナゲット、ローダイヤモンド、やばいななんかこのモッドすごいアイテムめっちゃ出るんだけど、なんなんだろう、そういうモッドなのかな。うん。めちゃくちゃアイテム出ますね。さあ、探索してみたところ、これほら。レミントン。あ、レミントンだ、これ、ショットガン。レミントンと、あと、デザートイーグル。落ちました。あ、見た目はハンティングライフルだ。これも普通のハンドガンですね、見た目は。よしよしよし。で、だいぶ強いんじゃない？これ。
ダメージ43。普通のハンドガンは12ってことで、まあ、およそ4倍ぐらいのダメージ。3倍から4倍のダメージですね。すげえ。銃もいろいろとね、このモッドによって追加されてるので、まあ、ドロップしたりとかね、したら、紹介していきたいなと思います。お、謎の看板が見えるけど。なんだあれ、スーパーマーケット的な場所来たかな、これ。ペイントボールパークって書いてある。お、あ、ペイントボールパークってあれかな。ペイントボールパークってあれですね。まあ、海外、日本だとサバゲーだけど、海外ではね、サバゲーじゃなくて、こう、ペイントボールゲー、そういうのが流行ってるっぽいんですよね。うん。まあ、日本で言えばサバゲー、海外で言えばペイントボールみたいな、そんな感じでほら、ね、サバゲーの屋内フィールドみたいな感じになってますけど、まあ、そういった場所ですね。すげえな。なんでこんな厳重なの。絶対この先なんかあるな、これ。うわ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 、なに。うわ、来た。まずい。死ぬぞ、これは。あ、レミントンあるんだ、こっちには。レミントンで。はい、待て。レミントンショットガンだよね。なんか銃がこれハンティングライフルだからショットガン感が全然ないんだけど。はい、オッケー、強いぞ。はい、あれ、はい、オッケー。よし。うわ、こいつ何、ちょっと待って。やばい。え、倒せない。倒せないぞ、こいつ。え、まずい。なんで。ちょっと待って。逃げろ。あいつ寝てた部屋に絶対なんかあるはずだから、じゃああれを回収に行って、こいつ何マジで。倒せない。ショットガンあの距離で撃って倒せないやつは倒せないでしょ、多分。まずい。ちょ、追い込まれる前に絶対なんかあるから、ここ。あった。ガンセーフとこれか。ちょっとこれだけ回収。トイレか。トイレだ。ちょ、逃げろ。あぶねえ。あいつあぶねえ。よし。いやー、何あいつ。危なーの緑の。何なんだろう、あれ。うん。まあ、ペイントボール場でございました。まあ、サバゲーみたいな、サバゲー、屋内サバゲー場って感じだね。これ何これ何よ、これ。発電所かな、多分。お、またなんかおしゃれな家があるぞ。あ、すげえ。モダンハウスっぽいね、これ。なんかすごい、現代的な感じ。ここ探索してみようか。うん。でけえ。ここ探索して、あと家に帰って改築しようかな。うん。開いてないか。こんにちは。お、え、めっちゃいい家じゃん、これ。やばい。うわ。キッチン。しかもこのなんか草みたいなのが置いてあって直接外は見えないようになってるっていう。すげえぞ、これは。ちょ、お前。2階はこんな感じですね。とにかくこのガラス、窓がすごい多くて。え？うわ、この先とかどうなってんの、これ。いや、開放的すぎない？これもなんもねえじゃん、だって柵も。柵もなんもない、これ。ちょ、開放的すぎる感はちょっとあるけど、すごいいい家。壁はちなみに、あ、コンクリじゃないこれ。あー、ここに引っ越してもいいよね。うん。ただ窓が多すぎるので、まあ、ゾンビが簡単に入ってきてしまうといえば簡単に入ってきてしまうから、まあ、別荘みたいな感じかな。ゾンビがいる世界ではちょっと戦えないな、この拠点は。うん。すごいいいけどね。さあ、他にもですね、見渡す感じ、バニラーではない建物がたくさんあるんですけども、ずっと探索、
ずっとこれ探索続けられる感じになってるから、うん。ちょ、拠点の改築に移ろうかなと思います。うわ、ジャングルジムボクシング。すげーな。すげーよ、いろいろあるよ、ほんとに。さあ、家に帰ってきました。まずちょっと腹が減ってるから、空腹がやばいから、あ、ウッドフレームあるから、肉を焼こう。オッケー。ラビットオンアスティック。ラビットオンアスティック。いただきます。いいね。よしよし。あ、ちなみにね、かまどは作業外で、作業外じゃない。撮影外で、集めておきました。集める。うん。まあ、作っておきました。ということで、後半戦。中庭をね、拡張したい。うん。まあ、この広さもちょうどいいんだけど、やっぱり木を植えるってなると、うん、この間隔、マス目の間隔が結構必要なので、うん。まあ、木を植えるスペースと畑を作るスペースっていうことで、作りたい。で、作戦としてはね、まずこの石壁、ここにある石壁を全部撤去して、そこに、まあ、スチールの土台があるんですけど、その上に土をかぶせて、っていう感じかな。うん。さあ、早速じゃあこの石壁を取り壊す作業からやっていきたいなと思います。さあ、ちょっとね、下の構造を見たくて地下室に来たんですけども、見てください、これ。ほら。草ブロックでこの上のスチールを支えてる感じになってるんだよね。ってことは、これを取れば、上が崩れてくるってことかな。それで上に入っていたゾンビがここに来て、まあ、また射撃の的にされるっていう。そういう場所なのかな、これ。取ってみようか、これ。ほい！あ、うわうわ、崩れる崩れる、やっぱり。あー、これでパカッと開くわけね。うん。すごいな、これ。よく考えたな、これ。ほら。あー、これででも、うん、スチール壊す必要があるかなと思ったんですけど、その必要はないね。とりあえずこれで、バラバラっと。オッケー。よーし。さあ、次の日の朝になったんですけども、とりあえず石はね、撤去し終わりました。ちょ、待って、ここ残ってるな。ほい、ほいと。よし。いや、結構時間かかった、これ。で、あとは、その、空いてる穴にウッドフレームを、入れてですね、上に土を置いて、完成と、いきたいと思います。まずいな、土が全然足りない。土が足りないですね。あとこの上、ここに橋がかかっていたんですけども、ここね、途中でブチ切れております。ブチ切れております、これ。うん。まあ、ここも別に壊しちゃっていいかなと、思ってます。よいしょーと。よし。まあ、中庭これでだいぶ広がるので、うわ、広いな。こうやって端っこに立ってみるとわかるけど、結構広いですね。うん。まあ、この中庭で木を植える、プラスあと畑ですね。うん。食べ物がやっぱり少なくなってきちゃうので、畑を作って木を植えて、うん、家から出なくても安全にね、木を回収できるっていう環境を作っていきたいなと思います。で、今んとこ土をちょっと作っている状態なので、とりあえず出来次第ね、土を置いていこうかなと思います。よいしょーっと。よし、これで全部埋め終わりました。いや、結構時間かかったな。結構時間かかった、これ。よし、そんなわけでね、ちょっとここ畑にしたいなとも思ったんですけど、
まずその種がないので種がないので、とりあえず今回は、ここまでにしたいなと思います。で、木をね、端っこから植えていったら、ほら、ちょうど5列分かな、うん、5列分ここに植えることができました。うん、なのでこの空いてる隙間に、畑を作っていくっていう感じですね。そういう感じで次回、まあ、畑作りプラスなんだろうな、あとミニバイクのレシピとかも覚えたので、まあそれを作りつつ、やっていきたいなと思います。そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。